今回紹介するのは世界で一番保冷力の高いクーラーボックス、キャニオンクーラーを紹介します。キャンプでクーラーボックスといえばイエティが一番有名だと思いますが、あれってめちゃくちゃ高いんですよね。例えば37リットルのイエティは税込み6万6000円ですが、ほぼ同じ容量の35リットルのキャニオンクーラーは税込み3万7000円と、なんと 45% の安い金額で購入することができます。そんなに安いんなら性能もしょぼいんじゃないって思うかもしれません。しかしアメリカの大元キャニオンクーラーはもう打倒イエティを掲げていて、もうイエティより安く、そしてイエティより氷を長持ちさせることを目標にクーラーボックスを作ってるんで、性能や品質はイエティと同じかそれ以上なんですけど、価格は約半分とめちゃくちゃコスパのいいクーラーボックスになっています。ここでキャニオンクーラーの公式ホームページを見てみましょう。なぜキャニオンクーラーを買うべきなのかというページを日本語訳してみます。はい、いきなり一貫してイエティより優れていると公式がページの一番上で言っちゃっています。公式だけが勝手にイエティより優れていると言っているわけではありません。アメリカのウィールドライブマガジンの比較試験では全米保冷力ランキング1位を獲得、インスタグラムのフォロワーが230万人にもなる。アメリカの車系情報サイトのモータートレンドの比較試験では主要なクーラーボックス6種類を同一条件で氷の保持力を比較した結果、イエティは6日目に溶けてなくなりましたが、キャニオンクーラーだけが7日間氷が残っていたという試験結果になったと発表しています。その結果キャニオンクーラーは星20個中19個、イエティも星15という評価になりました。その他クーラーボックスの情報だけを発信するウェブメディアベストクーラーレビューや、インスタグラムが20万人、YouTube は 2.5 万人の登録者のいるキャンピングカーや車、アウトドア関係の情報サイト、エクスペディションポータル .com、その他多くのウェブマガジンやブログ、YouTube など、たくさんの比較検証動画がありますが、どれもイエティとほぼ同じ性能だから、キャニオンクーラーが一番コスパがいいとの結論で締めくくられています。トラストパイロットという日本でいう価格 .com のような比較サイトでは、3564レビューあるのに評価 4.9 と、火のつけどころない評価を得ています。まあ、いくつかの海外の比較試験のサイトではイエティの方が、キャニオンクーラーより氷が長く持っただったりとか、イエティじゃない別のクーラーボックスの方が長く持ったっていう試験もあるんですけど、大体どれも誤差数時間なので、もうほぼ同じ性能だと言っていいのではないでしょうか。ちなみにキャニオンクーラー2リットルのペットボトルが縦に入ります。イエティは入んないです。クーラーボックスいっぱいの氷を家庭用冷蔵庫だけで用意できる人は少ないと思います。キャニオンクーラーであれば購入する氷の量や追加する量も減るので節約になります。クマが襲っても壊れないベアレジスタントも取得、実際に襲われても壊れることはありません。あまりにも丈夫なので、このクーラーボックスをボブスレーの乗り物にして競う大会が開かれていたりと、現地アメリカでは熱心なファンがいます。忘れないでほしいのが、このキャニオンクーラーは同容量のイエティよりも 45% も安い3万7000円で購入できるということです。イエティってめちゃくちゃ価格が高いんで、手が出なかった人はもちろん、今からこうイエティを買おうとした人は、まあ、代わりにこのキャニオンクーラーを買えば、まあ、差し引き大体3万円ぐらい手元に残るんですよね。その浮いた3万円で、まあ、別のキャンプ道具を買うのもいいかもしれません。実際クーラーボックスで6万6000円ってめちゃくちゃ高いから、もう奥さんとかね、彼女とかにこう怒られたりするっていう話をよく聞くんですけども、まあ、キャニオンクーラーだったらね、まあこのイエティと同容量で3万7000円で、こっちのちっちゃいモデルとかだったら2万円台とかで購入できるんで、かなりね奥さんとかも説得しやすいのかなというふうに思います。実は僕最近このオレンジのジムニーを購入したんですけど、このキャニオンクーラーが乗ってるこのルーフキャリア、これ大体3万5000円ぐらいするんですよね。でこういった大きなクーラーボックスとかをこの中に入れてたらかなりの容量を食っちゃうじゃないですかね。だからできればこの天井に乗せたい、そんな時にこのイエティとキャニオンクーラーの価格差のこう3万円でお使いの車のこのルーフキャリアみたいなの買って上に乗せた方がキャンプオブライフめちゃくちゃ上がると思いません？おっとっと、手が滑ってジムニーのルーフキャリアからクーラーボックスを落としてしまいました。高さ約 1.8 メートルからの落下でしたが、中身が飛び出ることはありませんでした。クーラーボックスの方はというと傷こそつきますが、へこみもなく壊れていません。さてこのキャニオンクーラーはイエティと同性能もしくはそれ以上だけれども、値段は約半額ということを分かってもらえたと思うので、これからは実際にこのキャニオンクーラーにフォーカスを当てて紹介していきたいと思います。キャニオンクーラーはあのグランドキャニオンがある場所、アメリカのアリゾナ州に住むジェイソン・コステロが2010年に設立したメーカーです。グランドキャニオンにはコロラド川が流れており、ジェイソンはこの川を1週間かけてラフティングで冒険するのが趣味だったそうです。しかし当時は1週間氷が持つクーラーボックスがなかったのと、グランドキャニオンに住むクマから1週間分の食料を守る必要がありました。そこでラフティングの仲間たちと研究して生まれたのがキャニオンクーラーです。アリゾナの砂漠やグランドキャニオン、
コロラド川の濁流、そして熊など過酷な環境下でもクーラーボックスとしての機能を果たします。今回シークアウトサイドのレッドクリフやシマロンなどの正規販売代理店を務めるトレントワさんが日本正規代理店となり、正式に日本でリリースされることになったキャニオンクーラー、日本ではまず5種類のキャニオンクーラーが発売されます。今お見せしている数字は本来リットルではなくクオートですが、まあ、1クオートはもうほぼ1リットルなので、分かりやすくこれからはリットルで読んでいきたいと思います。22リットルのアウトフッター22、最も小さいサイズでこのモデルだけドレーンプラグなしです。35リットルのアウトフッター35、イエティのタンドラ45よりほんの少し小さいサイズです。イエティと同性能ですが価格は 45% も安いです。55リットルのアウトフッター55、イエティタンドラ65と同じポジションです。タンドラ65は7万7000円ですが、アウトフッター55は4万2800円と、これも 45% 安い価格で購入できます。その他縦に長い22リットルのスカウト22、天井に伸縮性のあるロープがついています。タイヤがついている30リットルのミュール32はスーツケースのように伸ばせる取っ手がついています。この5種類が本日から日本で発売されます。アウトフッター22はソロキャンプで1泊2日のキャンプに、アウトフッター35は2人以上のキャンプに、アウトフッター55はファミリーキャンプに、スカウト22はソロキャンプでルーフキャリアにクーラーボックスを寝せる人に、ミュール30は車から離れる必要のあるキャンプ場や釣り人におすすめかなと思います。例えばミュール30やったらこういった使い方もできます。こうやって持ってきての、よいしょと、はい、こんな感じですね。もちろん他のクーラーボックスも乗っても全然壊れないんで大丈夫なんですけど、ミュール30はこの車輪がついてるんでより運びやすいかなというふうに思います。なんでこういったルーフキャリアとか使ってる人はこういった車輪がついてるミュール30はめちゃくちゃおすすめです。アウトフッター22とスカウト22は同じ22リットルですが形や装備が異なります。アウトフッター22は普通のクーラーボックスで目立つような装備はありません。持ち運びは肩にかけるショルダーのみで取ってはありません。アウトフッター22の強化版がスカウト22だと思ってもらって OK です。アウトフッターにはない溶けた氷の水を抜くドレンボルト、天井にあるネット、キャリアなどに固定するためのタイダウンなど、22リットルですが大容量モデルと同じ装備を持っています。アウトフッター22とスカウト22はご覧の通り負担の厚さも違います。1泊2日や2泊3日のソロキャンプしかしないのであればアウトフッター22かスカウト22が選択肢に入ると思います。ミュール30はスーツケースと同じように使えるので駐車場から遠いキャンプ場でも大丈夫です。取っ手を伸ばしたまま蓋を開け閉めできる点もグッドなポイントです。アウトフッター35と55は大容量モデルとしてファミリーキャンプで3泊も4泊もする方にうってつけです。安くて性能がいいのでキャンプだけでなく釣りや漁師などにもおすすめです。氷が7日間溶けないのであれば1つあれば災害時にも活躍します。停電などで冷凍庫が使えないとき、冷凍庫の中身を全てクーラーボックスに移せば数日は持つと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。キャニオンクーラーの紹介でした。本日3月21日春分の日に日本で正式に販売されます。ということでフリートークなんですけれども、ぶっちゃけですよ、マジで本当にぶっちゃけ結構ね、キャンプ界隈の人見てると思うんですけども、イエティのねユーザーも多分結構見てると思うんですけど、マジでイエティの方が優れてることってあんまなくない？確かにその条件下によってはイエティの方がこう氷が長く持ったみたいなあるんですよ。1週間持ったとか、逆にキャニオンクーラーの方が1週間長く持ったとか、そういろいろあるんですけども、それ以外ほぼ一緒やし、なんならキャニオンクーラー2リットルペットボトル縦に入るし、で価格は半額ぐらいやしっていうことで、これは僕がこのキャニオンクーラーの動画を作ってるから、まあ、そう言ってるんじゃなくて、マジでその何情報、この今回の動画でお見せした情報を客観的に判断しても、先入観なしで見ても、キャニオンクーラーの方が良くないってなるくないですかって思ったぐらい、すげえ完成された、コスパのいい、クーラーボックスなんじゃないかなというふうに思います。ね、多分動画の中でも言ってたと思うんですけど、このキャリアがね、僕、ジムニーのキャリアが3万5千円ぐらいして、だったらイエティね、差し引き3万浮いたやつでこれ買って、上にね、物乗せれるようにした方が、よっぽどいいんじゃないかなというふうに思ったり、でしかもね、やっぱイエティが高いから買っちゃダメってね、奥さんに言われてる人たちも、キャニオンクーラーだったらいいんじゃねみたいな、半額やったらいいよって言われたりとか、
そういうのもあるんじゃないかなというふうに思います。なんでね、イエティに手が出せなかった人ほど、キャニオンクーラーすごくいいと思います。まだ正式リリースされたばっかなんで、多分そんなにね日本に在庫ないと思うんで、ぜひ、急いで、購入してください。これからね花見の時期にもなりますし、まあ、常にたらクーラーボックスかなり売れると、売り切れになっちゃうと思うんで、夏前に、早めに買っておくといいんじゃないかなと思います。でここにね、5種類の、クーラーボックスあるんですけども、それぞれねこう特徴があってすごい、選びやすいかなというふうに思います。ソロキャンプだったら22リットルのアウトフッター22か下のスカウト22になると思うんですけど、で、ね、こうスカウト22はねすごくいいんですけども、これだけね縦に入んなくて、ペットボトル2リットルのペットボトルがそれだけねちょっと、なんでなんだろうなっていう、容量は一緒なんですけども、蓋の厚さがね、スカウトの方の下の方が分厚くて、その分、2リットルのペットボトルが入んなくなったっていう感じですね。氷はその分長く持つんですけど、2リットルのペットボトルは入んなくなったっていう感じですね。なんでそんな風にしたんかなっていう風に個人的に思うんですけど、まあでも、ソロキャンプやったら、まあ、スカウト22が選択肢に入ってくるかなという風に思います。まあ、1泊2日だったらね22リットルでいいと思うんですけど、ソロキャンプで3泊とか2泊とかするなら、まあ、この車輪付きのやつでもいいかなというふうに思います。フリートークの最後なんですけども、よくね、まあ、イエティもそうですけども、あんまり思ったより氷が長く持たなかったみたいな書いてる人たくさんいると思うんですけど、それはねクーラーボックスの最大の能力を発揮する使い方ができてないから、そうなんじゃないかなというふうに思っています。クーラーボックスの容量があるじゃないですか、中のね、その3分の2とかを、氷で埋め尽くさないと、本来の性能も発揮できません。例えば1キロの氷をこの大きいやつに入れて、1個だけ入れて、で1週間持ちませんでしたっていうと、まあ、そりゃそうだよなっていう感じですね。こういった大きいクーラーボックスだったら10キロぐらいの氷を入れないといけないし、まあこういったちっちゃいのやつだったら1キロとかでもいいかもしれないけど、まあそのクーラーボックスのまあ半分ぐらい、半分以上ぐらいの氷は絶対用意しないと1週間とか持たせることができないんで、イエティのクーラーボックスでもキャニオンクーラーでもあんまりこう氷思ったより持ってないなって思ってる人は、多分それね使い方がちょっと氷の量が少ないんじゃないかなというふうに思います。なんで、キャニオンクーラーでマジでこれで1週間氷持たせようと思ってる人は、しっかりね氷を3分の2ぐらい入れて、残りの3分の1のねそこに食品とか入れて、もらえたらなというふうに思います。ということで、キャニオンクーラーの紹介動画はこれで終わりです。これからね多分日本のクーラーボックスの結構スタンダードになってくるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ気になる方は、概要欄の方にね、購入先貼ってるんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画これで終わりだろう。ってことで今回の動画これで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、そうだ、次の動画は多分このジムニーの紹介動画とか撮ろうかなというふうに思います。気になる方はぜひ次の動画をご覧ください。バイバーイ。